はい、三宮大パテンデジタルマーチャンダイザーの DJ 萩です。今回はストリーミング DJ についてご紹介します。ストリーミング DJ といえば Spotify ですよね。ただその Spotify が7月1日までのサービスですという話でしたけれども、それがねずっとしばらく使えてたんですよね。サービス終了と言いながらこのまま使えるんじゃないかとみんな思ってたんですが、ついに先日使えなくなっちゃったということで、私の知り合いの DJ もねついに使えなくなって今困ってるということで、今回紹介するのがビートソース。これが Spotify の代わりとしては最適じゃないかということで紹介してみようと思います。ビートソースってのが何かというと、ビートポートってのがあります。ダンスミュージック専門の曲を販売しているサイトですね。そこがやってるストリーミング DJ のサービスがあるんですけど、ダンスミュージックに特化したサービスなんですよ。DJ シティさんとビートポート、この2つがタッグを組んで新しく作ったのがビートソースです。何がビートポートと違うかというと、ビートポートとかダンスミュージックで、ビートソースはもっとオープンフォーマットよりという話なんですけど、例えばヒップホップだったりとか、まあレゲエだったりとか J-POP とかもどんどん追加されているという話ですので、その辺がどのような感じになっているのかも私まだチェックしてないんですけど、実際試してみてようと思います。それではこの MacBook でビートソースに直接アクセスして試してみようと思います。では、MacBook の方で beatsource.com っていう風に打ってそこに移動してください。ここでサインアップ、これをやるんだと思いますよ。英語だなぁ。まあでもファーストネーム、必要な情報を入力した上でアカウントを作成します。3つプランがあるわけですよね。フリーで体験版があるみたいなので体験ができるということで、違いはリンクがカスタムプレイリストは作れる、プレビューフルトラックで、オーディオのクオリティが 120kbps、 オフラインロッカーがなしと。でリンクプロになるとオーディオストリーミングクオリティが256に上がりますね。自宅とかでやるなら128でいいんでしょうけど、クラブとかだと256欲しいところではありますよね。でオフラインロッカーっていうのが50トラックあります。 Wi-Fi がない環境でも50トラックは使用可能ということみたいですね。もう50トラックしかその日使わないんであれば Wi-Fi なしでも使えちゃうという感じですね。でリンクプロプラス、これだと、オフラインロッカーが100トラックになるという感じみたいですね。で、今使えるソフトウェアがセラート、レコードボックス、あと DJ、バーチャル DJ、あとハーキュレス、これは何だろう、とデノン DJ、この辺でも使えると。デノン DJ はもしかしたらハードウェアからいけるのかな。ちょっとそれも面白そうですね。ということで、トライ30デイフリー、これやってみようと思います。ベストバリューって書いてある。リンクプロにしてみましょうかね。オフラインロッカー50トラックで256キロのストリーミングができるやつ。これをちょっとトライアルしてみます。これ、クレジットカード情報をここで入力しないといけないのかな。クレジットカード持ってないんですよって。ペイパルでもいけるんですね。ペイパルでやってみよう。うん。ページが変わってますね。多分これでログインができたんだと思います。英語で書いてるから日本語に翻訳したいです。あった、日本語に翻訳。Chrome とかでこんな感じでね、日本語に変えた方が早いですね。まず、3つの簡単なステップでプレイ開始しますって書いてますね。リンクを接続する。DJ ソフトウェアにつなぐと、カタログにすぐにアクセスできます。で、音楽を発見。DJ ソフトウェア内からライブラリを参照して、必要なトラックを見つけてください。プレイリスト作成。独自のカスタムセットとプレイリストを作成し、世界中のどこからでもアクセスができます。リンクを接続する。セラート DJ。書いてるのかな、もしかしてやり方がね。とりあえずレコードボックスでやってみようかな。レコードボックスの 6.0.2 ぐらいから対応したはずなので、現在のバージョン 6.1 になってるから大丈夫。とりあえずやってみます。ここにビートソースっていうのがあるんで、ここでログインするんだと思います。サインインウィズビートソース、これでしょうね。これで入ってみます。ビートソースライブラリです。ロード中って出てる。お、来た来た来た。もしかして、これで、ああ、来てる来てる。ああ、レコードボックスで読めてますね。トップトラックというと、ダンス、ヒップホップ、ラテン、ポップ、で、R&B、レゲエ、ダンスの方って感じで、結構これ、トップトラック、タグルだけでも結構いけるんじゃないですかね。ローディングにちょっと時間かかるけど、ああ、でもこのぐらいだったら全然 OK ですよね。ああ、もう出た。へえ、すごい。簡単じゃないですか、思ったより。ビートソースプレイリスト？ビートソースが作ったプレイリストもいっぱいありますね。すごい。で、マイプレイリストっていうのがあるんですけど、ここは作ってないから出ないんだと思います。
ってことは作ればいいのか。日本の曲ってどうやって探すんだろう。アムロナミエとか出てこないのかな、こうやってね。そういうことですね、みんな知りたいのはね。アムロとか、ね、出てくる。すごーい。ミスターチルドレンではないか。ジャンルはね、ここでね、ダンス、ヒップホップ、ラテン、ポップ、R&B、レゲエ、ダンスホール、この辺で分かれてるので、まあ、例えば1個なんか選んでみますね。クリエイトプレイリストで、プレイリストネーム、ヒップホップなどつけて、セーブ。それでいいのかな。例えば、あとは、J-POP だけを集めてみよう。J-POP で、クリエイトプレイリストで、アットプレイリストを作ってれば、アットプレイリストでいいのかな。リップスライム。アーティストでできた。まあ、結構あるじゃん、クリスト。リップスライムでいっぱいあります。ちょいちょいやりますね、日本語で。30日間試せるんで、試しでやってみるっていうのも全然いいと思いますよ。で、これで、例えば、マイプレイリストに出るかな。読み直さないといけないかな。一回このビートソースのところで、マイプレイリスト、あ、やっぱ出てきますね、J-POP ね。これで、例えば、右クリックでいいのかな。オフライントラックを保存。これをやると、オフラインにトラックが追加されると。で、このオフラインロッカーってところに、あ、50分の1で出てきてますね。これだと、どうなんだ。Wi-Fi 繋がってなくても、これで繋がるみたいですね。素晴らしい。ちょっと今、レコボでやったんですけど、セラートでもやってみようと思います。セラート DJ Pro。ここにビートソースっていうのが出てきてますね。で、右下にトライアルを開始するかログインすると出てきたので、開始すると。このページでセラート DJ Pro を開くことを許可しますか？許可する。そうか、ビートソースのサイトでログインしとけば、セラートで開くってやるだけですぐ出ますね。ものすごく簡単。セラートでオフラインロッカーってどうやって使うのかな？ちょっとわかんないんで、後で聞いてみようかなと思います。で、じゃあ次 DJ やってみます。これで、どっから入るのかな？あ、やっぱここか。曲読み込みのとこのビートソースで、ビートソースにログイン。これをやるんだと思います。で、ユーザーネームを入れて、ログインしました。すると、使えるのかな？あ、来ましたね。あ、自分のプレイリストも出てきますね。これで例えば、オフラインロッカーに追加ありますね。すごいじゃないですか。ちゃんとオフラインロッカーが DJ でも出てくると。ああ、すごい。できますね、簡単に。って感じですね。セラートのオフラインロッカーだけ出ないので、ちょっと聞いてみようかなと思います。オフラインロッカーがセラートだけ見つけきらなかったんですけど、ああ、やっぱりないんですね。やっぱり、セラートだけまだオフラインロッカー対応してないみたいですね。なので、まあ、今後のバージョンで対応するんじゃないかなと思いますけれども、まだ今のところ対応してないという状況でした。DJ シティのサービスっていうのが、まあ、プロモ用で曲を配布するっていうサービスなんですけど、ビートソースに関しては、曲を再生するごとに、これが何回再生されたっていうのがカウントされると。それによって、アーティスト側にちゃんと使用料がいくという風になっているサービスなので、これをね、ちゃんと登録してやることによって、例えば DJ が曲を流すごとにアーティストにちゃんと還元されるという仕組みになっておりますので、アーティストの活動の足しになるように DJ の人にはぜひこれを積極的に、ね、使っていってほしいなと思います。ということで今回はビートソースのご紹介でした。ストリーミングのね DJ システムね、ビートソースが今のところ一番強いんじゃないかなと私は思っております。例えばあとタイダルとかサウンドクラウド DJ とかね、そういうのもあるみたいなんですけど、日本ではサービスが始まっておりませんので、まだ使えないという状況で、ビートポートかビートソースっていうこの2択になると思いますので、現状ビートソースかなと思います。はい、本日の動画は以上となります。このようにいろいろね DJ 関連のお得な情報とか使い方など、そういう動画をどんどん上げていこうと思いますので、ぜひねチャンネル登録をお願いいたします。では以上です。さよなら、ありがとうございます。